7月25日、火曜日、井上尚弥が東京、有明アリーナでスティーブン・フルトンを8回 TKO で下し、WBC、WBO 世界スーパーバンタム級王座を獲得、4階級制覇を成し遂げた。試合後、WBA、IBF 同級王者マーロン・タパレスと年内の4団体統一戦実現へ向けて握手を交わした。これにも勝利すれば、 2回級目のアンディスピューテッド王者となるが、男子第1号の肩書きの行方は4日後のメガマッチ次第となる。動画、8回 TKO 勝ちも納得。スティーブン・フルトン VS 井上尚弥を数字で紐解く、バイ・ザ・ナンバーズ。井上尚弥が8回 TKO で4階級制覇、タパレスとの年内4団体統一戦に前進。ザ・モンスター、井上尚弥がまたしても偉業を成し遂げた。 バンタム級における世界主要4団体時代では日本人初、アジア人初のアンディスピューテッド王者になってからわずか半年で、一つ上のスーパーバンタム級での新たな挑戦にこぎ出した。しかも天球初戦から WBC と WBO の2団体王者スティーブン・フルトンへの挑戦だった。試合2日前には、フルトン陣営が井上のバンデージの巻き方について難癖をつけた。 日本で行われる試合は世界戦であっても日本ローカルルールで実施されるのが慣例だが、スタッキング、必要以上に包帯とテープを重ねて拳を固くする行為、ア案に指摘された井上陣営は、あえてフルトン陣営に合わせ、国際ルールの巻き方を取った。そうした、場外戦を経てリングで対峙した井上と王者フルトンだが、体格差はほとんど感じさせなかった。最序盤は、 これまでポイントで有利を取られたラウンドがないという技巧派フルトンだけに、井上の高速パンチをいなすディフェンススキルを確かに見せていた。しかし、インとアウトの足の動きも速い井上に対し、ジャブを当てることにも苦労し、攻め手を描いた。5回、6回にはフルトンも井上のパンチに慣れてきた印象もあったが、ポイントで絶対的に優位になれるほどの流れは作れなかった。 8回が40秒を過ぎたところで、井上の右ストレートでフルトンがぐらつくや、左の追撃で最初のダウン。再開後もここが決めときと睨んだ井上の猛ラッシュにさらされたフルトンは立っているのがやっと。コーナーに追い込まれたところでレフェリーがストップしたが、井上は正しく同盟なモンスターのようだった。8回 TKO での解消で4回級目の制覇を達成した井上は、試合後、 リングに上がった WBA、IBF 王者のマーロン・タパレスに触れ、井上自身は2階級目の4団体統一戦の年内実現を提案。タパレスも快諾すると、このドル箱カードをプロモートするであろうトップランク社総帥のボブ・アラム氏は満面の笑みを浮かべて2人の王者との3ショット記念撮影に収まった。6月の時点で、 WBA はこの日の試合の勝者とタパレスの4団体統一戦について承認しており、他の3団体も追随するだろう。あとは日程と場所となるが、タパレスが欧米でネームバリューのないフィリピン選手であることを考えると日本での開催になる可能性が高い。